どうもこんにちは、シュンジーです。今日はですね、可愛らしいこちらのポッパーガンを使って、弾を発射して、的になってるこの恐竜の口の中にこうねボールを入れるっていうダイナソームービングターゲットウィズスコーイング、こちらの方を見ていきたいと思います。これね、そんなに新しい商品ではなかったと思いますね。結構前からあって、あの気になってはいたんですけど、お値段がね少し、まあ、4000円ちょっとしたんで高いから、あの買ってなかったんですけど、ついに買っちゃいました。箱に載ってるこの恐竜を見ると、こう青色のベロキラプトルに青色のラインが入ってるから、ちょっとねブルーっぽく見えるんですけど、これジュラシックワールドのロゴとかはないですね。はい、で横はこんな感じで、丸いボールじゃない、なんかナーフのあの玉みたいなのもなんか入ってんのかな、もしかしたら。であと特典もね表示されるようになってるようです。はい、でくるっと回して、あ、なんかねガンの形が違う、なんかいろんな種類があるのかな。で今回僕買ったのはこの丸い、柔らかい玉のやつですね。ではね取り出します。はい、取り出せました。中には的になるねこちら恐竜と、あと、ポッパーガンの形がすごい可愛い、これなんと2丁入ってるんですよ。うん、サイズもね結構大きくてね持ちやすそうですね。で玉なんですけど、この柔らかい丸い玉は、2色あって、緑色とあとね黄色と10個ずつ入ってますね。でドライバーも入ってたんですけど、これ多分こう電池を入れる蓋のところのプラスかなを回す用だと思うんですけど、親切ですよね。こちら取扱説明書なんですけど、あの日本語で書いてくれてるんで非常に分かりやすいですね。はい、で、くるっと回し、あ、後ろは英語で書いてるようです。遊ぶためのね準備しますね。付属のドライバーでねくるくるっと回せるんですけど、やっぱりサイズ小さいからね回しにくいですね。あの家にね大きい、ドライバーがあったらそっちで回した方がいいと思います。でくるっと回して、はい、蓋を開けて炭酸3本セットします。はい、元に戻しておきます。電池の方セットできました。ではね的になるこちらの恐竜から見ていきたいと思います。恐竜の種類としては多分ねベロキラプトルで、であのジュラシックワールドで登場するねブルーだと思うんですよね。このね、青色の特徴的なこのラインが入ってるけど、体の部分にはこのね青色のラインはね入ってないんですよ。頭の一部分と尻尾には青色のラインが入ってて、で後ろ足のもものところにこうね、青色の柄が入ってるっていう、多分ねブルーにだいぶ寄せてるとは思いますね。はい、こちら的の大きさなんですけど、高さがね 23.3cm あるんで結構、高さありますね。アニア、ジュラシックワールドのこちらがブルーです。こうこの特徴的なこの青色のラインですよ。もう似てますよね。めっちゃ似てる。はい、アニアを横に並べるとねこんな感じで、ね、サイズはめっちゃ大きくて、はい、こちら待てる背中にボタンがあって、ボタンを押すとこうねくるーっとこう中が回転して怪我するっていうね、ダメージ T-REX と、大きさを比べるとですね、はい、横に並べると、あー、がっちりしてるなこのマットなんかカミカミコレクションを大きくしたようなそんな形ですね。はい、正面から見るとこちら幅もねこの的の方がうん、なんか大きい気がするな。この恐竜の頭がね大きくて、いやなんか面白い形になってますよね。で目がクリクリで、あの特徴的でこのね青色のラインが入ってて、で恐竜はね口ガバッと開いた状態になってて、で奥には、これ舌が見えるブラーンとぶら下がっててこうねこんな感じで動くようになってますね。はい、でボールが当たってこうこの下が動くようになってるんでしょうね。はい、で後ろこんな感じ、頭とかは動きませんね。で短いね前足は、あ、少し動くね、少しだけ稼働するようになってて、で後ろ足はどうなんだろう、あ、なんか動きそうなんですけどね、これちょっとだけ動く。はい、反対側はこんな感じ、爪のところとかね綺麗に塗装されてますね。で後ろの尻尾ね、これね上に持ち上げると、はい、こんな感じで、開くようになってて、中に入った、ボールを、取り出すことができるようになってるようですね。はい、で、この下は、茶色の台なんですけど、ここに電源スイッチがあって、真ん中がオフで、左がオン1、右がなんだろう、これ見えないな見えた、オン2ってなってますね。
で、前には得点が表示されるようになってて、でそこ、さっき電池セットしましたね。ここ、炭酸3本セットしました。でタイヤが、両サイドに2個あって、でこの真ん中ですね、ここ、なんかね動くようになってるみたいで、今ねあのカバーをセットしてるんですけど、そうカバーをねセットした状態で下に置くと、恐竜は動かないんですけど、そうこのカバーを取るとこの的になるこの恐竜がね動くらしいんですよ。なんでちょっとこう口の中に入れるのが難しくなるみたいですね。いやでも楽しそうですけどね。電源入れてみますね。オン1にすると、モーターが動いてるような音がするんですけど、あ、この下がねくるくる回ってる音だ。ちょっとうるさい。あ、すごいボール入ってないけどカウントされた。0-1ってなって、多分ねボールがこの口の中に入るとなんか、恐竜のサウンドが鳴るみたい。あ、すごい。あのねこれね、このボールが多分こう下に当たると光ってサウンドが鳴るみたいですよ。めっちゃ可愛い。あ、すごいピカピカ赤色に光ってる。あ、すごい楽しいね。で、あ、ちゃんとねこれカウントしてくれてるから自分で数えなくていいんですよこれ。あ、いいねこれ。いや、カウントしてくれてるの嬉しいな。はいはいはい。ではちょっとねオン2の方にしてみますね。あ、なるほど、オン2にするとこのね下のタイヤが止まりましたよこれ。あ、なるほど、だから止めて遊ぶときはこのオン2の方にしたらいいようですね。で、下に置いてこうやってねあの的めがけてこう弾を発射したらいいようです。で、さっきと同じで多分ねボールがねこの口の中に入るとで恐竜のサウンドが鳴って、あと光って、カウントされるようになってるようです。これ静かでいい。次はね弾を発射するポッパーガンを見ていきます。形めっちゃ可愛いですね。また色もなんかすごい優しい色になってていいですね。でこれね、高さがね14センチ、約14センチで、今ね縮めてる状態なんですけど全長が約28センチありますね。でこれ伸ばせるみたいで、こう伸ばすことができますね。こんな感じでね、こう前を持って、伸び縮みするようになっているようです。このまん丸で柔らかいのが玉になりますね。緑色と黄色の2色あって、まあ、あのポッパーガンの方が、2丁あるんで、ね、2人で楽しめるようになっているようですね。これ10個ずつ入ってました。ではボールをチャンバーにセットします。これなんかこの前から押し込んだらいいのかな。あ、入った入った。玉のセットの仕方がすごい簡単。これ押し込んでいくだけですね。何個入るんだろう。2個。あ、8個、ギリギリ8個入りましたね。ギリギリで8個。ボールポッパーガンにセットできました。で、これ発射の仕方なんですけど、これ握るところなくて、で、これ、手で前の方を持って、引っ張るとなんか玉が発射するようですね。一気にボールかな?ボールが発射するようですね。いきます。引きます。うわ、怖っ。すごい勢いで飛び出ましたね、ボール。もう一回行きますね。ちょっと怖いな、これ。行きます、せーの。あれ?あ、出た。1個目がすごい勢い、2個目そんなに勢いなかった気がした。もう一回行きます。あー、でもすごい。見た目めちゃめちゃ可愛いんだけど、うん、なんか、あの、スピード的には可愛くないスピード。結構な勢いで飛び出る、これ。うん、すごい勢いで飛ぶからちょっと怖いですけど、いや、これ、うん、結構楽しいんじゃないのかな。はい、では、もう一度弾をセットして、はい、では、的をセットしました。まあ、当然近くでやると簡単だけど、これ離したら結構難しいかも。いきますね。せーの。跳ね返ってくるのもね、怖いし、意外と的小さいですよね、あれ。あ、入った!いや、なんか楽しい、これ。気持ちいい。もう一回いきます。うわ!口、なんかね、下に当たって出てきた。連続して、すごい。あ、これ楽しすぎる。恐竜ね、口ガバッと開けてるんで、まあ、ボールね、簡単に入っていくんじゃないのかなって思ってたんだけど、意外と難しい。そう、結構ね、近めの距離でやって、そこそこ難しかったんで、離れると、うん、かなり難しいと思いますね。
で、体の中に入ったボールを取り出したいと思います。後ろの尻尾をね、持ち上げると、はい、ここ。ここから、こうね、中に入ったボールを取り出せるようになってるようです。いいですね。簡単に取り出せます。今度ね、ちょっと少し離し気味でやってみますね。いや、これ難しいですよ、多分。むずい。ボールがね、わ、終わった。ボールがね、あっちゃこっちゃいってね、拾うのが大変。どこ行ったんだろう。あ、どっか行っちゃった。そう、ボールがね、こう、どっかにね、遠くの方に飛んでいっちゃって、わからなくなっちゃいました。な、もうすでにね、ボール2個なくなっちゃいましたね。では、次はね、この下のカバーを外して、次はね、黄色の、ボールをセットします。では、恐竜ね、下に置いて、うわっ、どっか行った。めっちゃ動く。あ、ダメ、これ。あ、すごい、めっちゃ激しい。あ、向こうに行っちゃった。これ撮影できない。どっか行った。あっちゃこちゃいろんなとこ動いてましたね。いや、さすがにね、撮影できませんね、これ。しかもね、そんなに机ね、横は結構大きいんですけど、こう縦はね、そんなにないんで、こうすぐにね、下に落ちちゃいそうになるんで、動かして遊ぶときは、こう床に置いてね、遊んだ方がいいと思います。うん、めっちゃ動く。なんか、しかも不規則な動きするんで、口の中に入れるのはかなり難しい。最後にもう一度だけ、ちょっとやってみたいと思います。よいしょ、動かして。来た。こちらポッパーガンを使って、こう丸いね、柔らかいボールを恐竜の口の中に入れて遊ぶダイナソムービングターゲットウィズスコーイングをご紹介したんですけど、これ前からね、まあ気になってはいたんだけど、まあそんなに作り良くないかなって思ってたんですよ。いやでもね、遊んでみたらめちゃくちゃ楽しかった。で、サウンドが鳴るとは書いてあったんですけど、なんかこうね、ちょっと変わったミュージックとかが流れるんだろうなって勝手に思い込んでたんですけど、ミュージックは流れなくて、ボールがね、恐竜の、下に当たると、こうカウントされた時の音、恐竜の吠えた音が鳴って、いや、楽しかった、かっこよかったですね。ポッパーガンも2丁あるんで、もう2人で遊ぶこともできるんでね、こう、友達なんかと遊んだりできますね。ただこうね、恐竜以外のものを狙ってね、打ち合わないようにだけしてください。で、これね、値段がね、結構まちまちで、僕が買ったのは4199円でした。また、気になった方はね、よかったらぜひチェックの方してください。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。じゃあ、またね。バイバーイ。